ということで、引き続きね、先ほどの、まあ、ため撮りというか、続きでやっていくんですけれども、今ね、この Once to Watch っていうものをやっててですね、それの影響というか、まあ、それが反映されてるというか、なんというかよくわかんないんですけれども、ゴールドパックのね、形もなんかこういう風に変わってて、いや、もうぜひ聞きたいなと思ったんで、この7500、引きます。頼む、本当にお願い、本当にいいの出てくれ。ディフェンス、クリバリぐらいのディフェンスが欲しい。頼む。セントラル、バルサ、ラフィーニャだ。よしいや、これはめちゃめちゃでかいぞ。さあ、ラフィーニャだ。マジか。ラフィーニャ、ブラント、ブランテッドで、チャノット、ニューヨークシティ FC。 よし、ラフィーニャ。あ、ミスった。これはいいんじゃないの、ものすごく。セントラルもね、ちょうど足りてなかったんで。ってことで、スタメン組み直します。はい、ということで、スタメン組み直しました。トップサナブリア、左アンダウン、で、フネスモリ。で、真ん中にラフィーニャ置いて、左にブラント、アレックス、右にアレックスです。で、左から、ダグリフィコ、クリバリ、いっそアンドレオッリでさあでいきます。ですね、まあ、ここの変わったブランツとラフィーニャを入れたことぐらいかな。そうですね、まあ、新戦力はバンバン使ってったって感じで、あとそうですね、キーパーのサーが期限切れというかね、切れてたんで、それを延長したぐらいですね。ということで第2戦です。強い球数95か、強いね。シャルケのキーパー誰だっけ、シャルケのキーパーって、マティップだっけ、マティップ、ちょっとわかんねえな。よし、やっていきましょう。さあ、試合が始まります。さあ、負け、最悪負けでいいです、最悪負けでいいです。この試合、先発メンバーはご覧の通りです。ということで、ディフェンシブでちょっと勝つに行っても、正直ね、残留っていうので確かコインもらえるんで、まあ、もちろん広角でももらえるんですけど、ここで勝つに行っても引き分けに行ってももらえるコインは同じなんで、ここはもう分けを狙いに行きます。え、ギャンいるの、よし。で、負けた、ただ負けるとコインが減る、さらにディビジョン10に降格なんで、もう本当に分け、守りに行きます。いや、ショートはコン。よし、予想通り。ボールパーソンからボールが渡されて、ボール、いや、もうこれはガチで行きます。この試合は注目の一戦になりそうです。さあ、ラフィーニャ。今回の移籍市場で新天地に移ったミッドフィルダーの選手がピッチに立ちます。福西さん。移籍初戦はやはり気合が入るものでしょうか。うわー、早くチームに貢献したいという気持ちは強いでしょうね。サポーターの期待も大きいはずです。さあ、しっかり守ろうね。さあ、スタジアムのテンションが上がります。なんで今日はこのディビジョン9の昇格か降格かの攻防戦の一戦と、普通のその後の、まあ、10に降格したら10の復帰戦、10復帰戦とか言いたくないな、と、あと普通に9に残ったら、危ない、9のシーズン2、1戦目ということで、チャンスでしたね。アンドレオリ、やべ、ゴールを失った。いい形でゴール前まで、クリバリ、クリバリ、やばい、わ、カンプル、あれ止めます。ディフェンダーの裏を取るプレーを、カンプル好きなんですよね。少しタイミングが早すぎたか。ドルトムントにいる時代から結構カンプル好きで。セバスティアン・ルリー、ケビン・フォラント、ボールを運びゴールに押さえ下がります。よし、キよし、怖い。やばい。ケビン・フォラント、シェーファー、パスをこの位置で防ぎます。アントニオ・サナブリア、ルーズボールです。
ボールはどっちだ。逆サイドね、フリーでいたんで出したかったんですけれども、ギャンもいますね、リバプールの元リバプール。ここ今もかな、エムレギャン、ボールを回しますがなかなか崩れません。ユリアン・ブラント、そこだ、ゴール前に入った。よし、うわ遅い、守備への切り替えが早い。遅いのか相手が早いのか分かんないけども、よし、ここはうちのディフェンス陣に任せよう。ボールの動きが激しい、アンドレ・オッリボールを中盤で奪いました。そういうことじゃなかったな、内側にスルーパス出してほしかったんだよ俺は。危険な位置です、あ今の取れないか、緊張感が増してきます。さしっかり、イエーイ、このプレーはどうでしょう。ダメ今の、ごめんよ。さあここ怖いですね。よしこれ大丈夫そう。このクロスはディフェンスが処理します。さあそのままカウンター、カウンターだ。よし、アントニオ・サナブリア、ラフィーニャ、よしよしよし、ナイスラフィーニャ、繋がります。このシュート、うわマジか、やべ、さらにカウンター食らう。ケビン・フォランテ、この選手のプレーに注目が集まります。楽しみですね。この選手は運動量が豊富ですね。前線の選手ですが守備の面でも素晴らしいプレーを見せていますね。しっかり奪われないように行こう。さあスタジアムのテンションが上がります。ボールがこぼれた、どちらが取るでしょうか。エムレカン、さあギャン、シェーファー、うーわやっべ、これはやべえぞ。よーし、ナイスです。体を当てて取る、奪った、やばい。ケビン・フォラント、ゴールを、うわーやっべやっべ、いや絶対上げてはいけない点をやってしまった。残留には勝ち点1が必要な状況で、これは痛い失点ですね。痛すぎる痛すぎる、ここから慌てずに攻められるかが大事ですよ。これはやばい。さあ天にはさすがに落ちたくないな。素晴らしいゴールが決まりました。ですね、一シーズンごとに、チームのバッジとね、ユニフォームをね、ちょっと変えようかなと思ってます。理由として面白いからです。アンドレオッリン小学生みたいな感想を述べたところで、やばいよ、そんなこと言ってる前に早く早く。ただですね、このビラのユニフォームはこの前変えたばっかなんで、ビラはそのままでいきます。いやでも変えようかな、いいユニフォームあったら変えますね。マリノスのユニフォームとかもちょっと使う予定なんで。さあ、どう組み立てるか。あかんあかんあかん、クロスを出した。2点目はいらんよ、2点目は、2点目は死んでもあげちゃあかん。こぼれます。ただね、先ほどからそんなもうノーチャンってわけじゃないんで、いい形でゴール前まで持ってきました。焦るな焦るな焦るな、1点でいいんだ、1点で。やべやべ、よし、ナイスキーパー、コーナーを得ました。1点でいい、1点で。コスティッチ、ナイスキーパー。このシュートはキーパーがキャッチ。ボールを運びゴールに襲いかかります。チャンスを伺っています。うわーん、少し早計でした。攻撃は阻止され相手にボールを奪われています。さあカウンター食らってる、だがそうはさせない。よしよし、落ち着いて落ち着いていこう、落ち着いていこう、落ち着いて、うん、ドナーティ、やべ、危険な位置です。緊張感が増してきます。やばい、決定的なカンプル、うわー入ったー。マジか、あと1で残留を決められますが、やばい、リードを許す展開となっています。攻撃に転じようとしていただけに、これは痛い失点です。なんとかしのぎたかったですね。コントロールしたシュートが決まりました。 あそこに打たれてしまったらキーパーはどうしようもないでしょうね。じっくりと出しどころを探します。パンチ打ってきた、うん、ディフェンスに当たる、うわーくそ。レフリーの笛が鳴って前半終了。
やばいです、本気で降格します。これじゃこの試合はどのような結末を迎えるのでしょうか。さあ後半キックオフです。アウト、ボンミス。ボールは再び足元へ戻されます。やばいよやばいよやばいよ。さあスタジアムのテンションが上がります。よし、あれマジか。ここから先の出しどころに苦労している様子です。よし、相手ボールになりました。クロスが合いません。いやラフィーニャ来たんでね、結構柔らかいパスというか中間の供給がうまくいくかなと思ったんですけれども。セバスティアン・ルリー、よしナイス。ラフィーニャ、いい形でゴール前まで持ってきました。うわー、パス出す前に。ボールはどっちだ。相手がボールを奪い、いやー厳しいか。攻撃を止めました。ゴール前に入ってきた。よしナイス。強い、体をうまく使います。ボールを取った。うわー、くそ。エムレカン、ボールを運びゴールに襲いかかります。マジか。え、本当に今のファール PK です。ここでリードを広げられてしまうとちょっと苦しくなりますよ。この得点機を阻止しました。よし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 、ピンチだったんですが一転して試合の流れを引き寄せるスーパープレーですよ。堅いディフェンスに攻めあぐねています。ちょっとコースが甘くなったが、よしチャンスチャンスチャンス、バイ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 。攻撃がここで止まりました。相手ボールです。あかんてあかんて、危険な位置です。緊張感が増してきます。これはよし、 OK。 あっとやべ、カンプルー。よーし、キーパーきっちりとボールをキャッチ。うわー、そのパスはきついべ。このパスはダメでした、通りません。フェールマン、さあスタジアムのテンションが上がります。アントニオ・サルマン。うわー、マジか、普通に手で止められちゃう。それは手で止めるんだけどさ、手で止められちゃう。それは手で止めるんだけど、横に振ります。キャッチされちゃうって言いたかったんだよね。トーレは面白いパスでした。よし、ボールを取った。どこへ出すのでしょうか。さあナイスワンツー、いい形でゴール前まで持ってきました。うわー、マジ？仕掛ける前にボールを奪われました。アルバロ・ドミンゲス、ドフリーやん。いいところに出た、止める、止めます。よしよし、ディフェンダーの裏を取るプレーを好む選手ですが、助かったというか助かってないというか、少し早すぎたか。あー、何そのパス。ボールを運びゴールに襲いかかります。これはフリーキックとなります。ボールを取りました。さてどうする。まずいね、急げ急げ。中に人は、これはいらんね。よし、ゴールキックです。いやー、まずかー、きつい。あー、しまったしまった。ユリアン・ブラント、中盤でボールをカットしました。あかんあかんあかん、あかんよ。いや、ここから3点取るのはなかなか厳しいな。だが諦めずに行くぜ。アントニオ・サナブリア、パスをじっくり回してディフェンスのほころびを作り出そうとしています。セバスティアン・ルリー、ボールが足につきません。うわー、マジか、今の通したかった。相手に渡ります。フィリップ・コスティッチ、よしナイス。守備への切り替えが早い、
ここで止めます。ボールを中盤で奪いました。さすがに選手も焦りを隠しきれません。いや監督はもう焦り隠しきれませんよ。かなり厳しい状況です。よし、ここまでの点差が開くと冷静にプレーするのは難しくなりますね。そうですね、1点取られた瞬間に冷静さを失ってましたけどね。よし、このボールはタッチを割ります。スローインです。おっと、そのトラップはまずい。タックルでボールがこぼれました。危険な位置です。緊張感が増してきます。ボールを持ちました。何をするんでしょうか。ヤニック・フェステルゴー、いやー、ただね、まあまあまあ、ラフィーニャ出たのは救いということで。ここでボールは再び足元へ戻されます。またディビジョン10からしっかりやり直します。ゲームを作るパス、またまた通ります。あん、普通にまた抜かれた。セバスティアン・ルディ、よし、ボールがこぼれました。ラフィーニャ、よし、ナイス、ナイス連携。さあ、スタジアムのテンションが上がります。ラフィーニャ、いやー、スルーパスだったな。あー厳しいね。よし、 OK、 やべ、素晴らしいパス、ゴールには誰もいない、決まった、ゴール。うわー、マジかー、もう今日は完勝ですね。このゴールはおまけでしょう。おまけとか言うな。点差がついています。うわ、どうもボールキーパーが当たっていませんね。いや、ゴールキーパーは悪くないんです。的な試合となってしまいました。うわー、ホイッスルが鳴って降格してもうた。はい、ということで、いや、降格しました。ディビジョン10です。初戦サナブリア、アンダーン、ボナッティに、左からラフィーニャ、コネ、マティスで、左からジェキス、ラガールディア、ダニエリ、ダイネッリ、サワリで、サーでいきます。ね、ダイネッリの契約が切れてたんで延長しましたぐらいですかね。はい、そんな感じです。じゃあメスモリエスということで、いやー、ちょっとね、クリバリのね、体力が結構下がってたんで下げました。さあ第2戦目、やっぱここら辺まで来るとブロンズの選手が混ざってきますね。平和そう、いやだけどあれだな、左サイドバックとあとセンターのディフェンダー2人はレンタル選手ですね。誰だろうな。で、右はあれはアトレティコの右の選手ですね。さて、今シーズン最初の試合です。今後占う意味でも、ここはぜひ好調なスタートを切りたいですね。ここでチームがどれだけやれるのか、しっかり勝って手応えをつかんでおきたいですね。速攻3連勝で、3連勝じゃ戻れんか、速攻ね、4連勝かなんかでリーグタイトルも取って、速攻戻りましょう。ご覧の通りです。一般的な 4-3-3 ですね。前線に3人のフォワードを並べて相手にプレッシャーをかけます。いい形でゴール前まで持ってきました。パンチングで弾く、さあ、うん、厳しいか、締めブルサリコ、よし、 OK、 ナイスボールがこぼれました。ボールを運び、ゴールに襲いかかります。キーパーへボールが戻されます。ビダリ、見事です。さあ、さあ、焦るな、焦るな、ディビジョン10だからって言ってそんな焦って取りに行くな。ジニャク、これは止められます。ジニャクか、パラギオティスコネ、ここはうまく取りました。よく見えてましたね。あ、マジか、取れないか今。ルーズボールになった。
危険な位置です。緊張感が増してきます。アントニオサラビア、シュートはバーに阻まれる。サラビア決めてほしい。あーもう焦ったよ。ボールはゴールラインを割ってゴールキックになります。まず1点取ろうね。確実に1点取ろう。指名ブルサリコ。ブルサリコ相手のゴール前でパスを回します。これは大丈夫。よし、ボールはディフェンダーの元へ。あ、これ敵か。味方に見えた。アントニオサナブリア。ナイス、サナブリア。さあ、そこを飛ばして、マティス。さあ、スタジアムのテンションが上がります。惜しい。信じられません。止めた。コーナーに向かいます。マイボール。打ってきた。ボタンに当たっちゃった。やばい、カウンター食らうぞ。ルーズボールになっています。これはいいぞ。やばいやばいやばい。ナイス。ダメ、そんなことしちゃ。ボールを回しますがなかなか崩れません。やばいよ、セーフだよ。うん、セーフセーフ。じゃあ焦るな焦るな、落ち着け。どこへ出すのでしょうか。よし、オッケー。ボールをなかなか離しません。ボールがフリーになりました。なんかすぐ取られちゃうな。横へ展開。よし、ナイス。あー、これは惜しい。オフサイドです。いや、あー、まあ一応ね、一応取ってほしいけれど。ダイネディ。あぶね。ギニャク。よし。ディフェンスの網にかかる。ボールを取られました。危ない。ちょっと若干見づらいですね、ユニフォームの色。いい形でゴール前まで持ってきました。さあ。パラギオティスコネ。シュートだ。うわあ、もっと大事に行くべきだったな。ボールを運びゴールに襲いかかります。先のことを考えすぎました。相手にボールを奪われています。いけいけいけ。 OK、 マティス。ちょっとマティスね、足遅いんで。狙っていった。なんで誰も詰めてくれない。あんだけ人がいて。ナイスインターセプト。ここは攻撃を抑えました。このパスはダメでした。通りません。さあ守れ。やべ、よし、ボールを失いました。マジか。モルガン・サンソン、危険な位置です。やべ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 。緊張感が増してきます。やばいやばいやばい。これを決めればリード。危ない。シュートするもこれは決まりません。残念そうにしています。惜しいチャンスでしたね。じっくりと出しどころを探します。中に人は。アントニオ・サナブリア。サナブリア決めてくれ。難しいボールでしたからね。やべ、バウンドの処理を見せましたね。そこ取れ。あー、ダメか。
よし、オッケーオッケー。手足が鋭い、カットします。さあスタジアムのテンションが上がります。マティス、よし抜けた。ここから先の出しどころ、よしよしよし、コナコナコーナーキック、頭で合わせる。うわー、止まんなかった。キャッチです。素晴らしいパス。うわ、何してるんだ、おいおい、なんでなんでなんで、押し込むだけだったじゃん今の。なんでシュートフェイントしちゃった今。ははそういうところですね。うわー、最後のあれで流れが変な方向に行っちゃわないといいけど、頼むぞ本当に。さあ、いやマジか、最後のあれな、うわいや、だってもう押し込むだけだったやん。さあアタッキングでいきます。もうね、ディビジョン10にね用はないんで、もう4試合でとっとと撤退します。お金だけもらって。ボールを持ちました。何をするんでしょうか。さあしっかり止めに行こう。うわー、しまった、味方かと思った。それプレーをな、このプレーはボイスレが鳴ります。カードがありますか。あ、こっちか、ラッキー。サイドからの攻撃へ向かいます。もう一個ね、大外に欲しかった。よし、なんか事故ってる事故ってる。指名ブルサリコ、あー、ミスったね。さあどうだ。うわ、マジか、負けたな。ラッキーラッキー。パスをこの位置で防ぎます。マティス、うわー、なんで速蹴った。もうこのシュートは精度を欠きます。ゴールを脅かすには至りません。積極的に攻める姿勢は評価しましょう。マティス、おい、プレーオンです。激しいチャージ、受けた選手がカードの仕草でアピールをしていますが、どうでしょう。パラギオティスコネ、ボールを回して味方の上がりを待ちます。うわ、突っ込みにくい。ラフィーニャ、ルーズボールです。ボールはどっちだ。モルガン・サンソン、よしよし、ナイス。いいビルドアップでしたが相手に渡ってしまいました。よしよし、ナイス。主審が流します。アドバンテージを見たようです。いい形でゴール前まで持ってきました。あー、マジか。アンドレ・ピエール・ジニャク、ジニャクが怖いですね、やっぱり。ジニャク、副審の旗が上がりました。オフサイド。いや、イエロー、イエローだよね、さっきのプレーね。主審はよく見ていました。ジニャクか、しかもラッキーラッキー。イエローカードを提示します。プレイを流していましたが、今のは仕方ない判定でしょう。よく見ていました。攻守の切り替えが大事です。ボールを取りました。さてどうする。危険な位置です。緊張感が増してきます。コネ、ここはキーパーのスーパーセーブ。ね、コーナーに向かいます。やべ、ボールを運びゴールに襲いかかります。慎重に攻撃を組み立てています。守備が軽かったですね。クロスを出した。誰もいない、誰もいない。このクロスは精度を欠きました。ディフェンダーにカットされます。非常に美しいパス回しです。
ボールがこぼれた。どちらが取るでしょうか。さっきの前半終了前のあのサナブリアのミスが痛すぎる。ポジションが表示されています。互いに譲りませんね。どちらかが圧倒しているということはありません。ここはゴールキーパーがうまく前に出ました。カットしました。ここはどうするでしょうか。さあスタジアムのテンションが上がります。コネー、よーし、決まりました。さすがコネさん。ここまでのシュート数を見ても今日は積極的にシュートを打っていますね。そうですね、確実にシュートチャンスにつなげている印象です。ナイスこれ、いやーナイスナイスナイス、本当にナイス。モルガン・サンソン、パスが華麗につながります。実に美しいパス回しでしたが結果はあまり美しくありません。言うね。よし、ラッキーラッキーラッキー。ああ弱い、チャンスを伺っています。よし、ナイスパス。ラフィーニャ、うわ、なんで、いや惜しい、一人で行けばよかった今のも。さあここからここからしっかり守るよ。ボールを持ちました。それは守りすぎ。何をするんでしょうか。観客のボルテージは最高潮に達しました。よし抜けた。ホームチームにとってよーし、ディビジョン10では無双してやるぜとかいうね、何位だとクソ弱気なのに10になった瞬間生きがるやつ。おっと、ミスったミスったミスった。素晴らしい流れからゴールが生まれました。チームとしてやりたいことが見えていますね。ウエス、見えてます見えてます。さあテンション上がってきました。ボールを回してチャンスを伺います。よし、防ごう防ごう、しっかり防ごう。クロスが上がった。はいはいはい。ボールはディフェンダーの元へ。主審がゲームを止めます。オフサイドオフサイド。パラギオティスコネ、いい形でゴール前まで持ってきました。ただ言えるのはやはり ラフィーニャがね、入った瞬間にうまくスペースとかが空くようになって、そこにパスが取るようになったんで、やっぱでかいっすね。パスコースにはディフェンスがいます。よし抜けた。ラフィーニャ、ルースボールになっています。惜しいけどもうそんな点は望んでないぞ。危険な位置です。ボールを持って中に入る。アントニオ、よっしゃー、コネ大活躍だ。プレーも見事ですが、パスも良かったですね。素晴らしい連携です。さらに点差が広がりました。アシストコネ。キーパーだけの責任ではないでしょうが、ちょっと判断が悪いように見えます。パスをこの位置で防ぎます。パラギオティスコネ。ドリブルで持ち込もうとしますが、明らかにキレがなくなりました。あかん。ここはボールをダッシュしました。ボールを取りました。さて、よーし、幸先いいスタートだ。いやこれはもう確実にマンオブザマッチはコネということでね。いやもう言うことないっすね、本当にこれに関しては。さあどんくらい入るんだ。12ポイントだから、そうですね、あと3試合で終わらせますね、ディビジョンっていうのはとか言って次の試合負けそうだな。ということでね、今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回もね、ぜひご覧ください。バイバイ。